東京アニメーター学院専門学校は、東京都千代田区精神殿にあるマルチメディア系の専修学校、アニメーターイラストレーター、漫画家、声優などを養成する。設立当初は、無人加工の東京アニメーター学院だったが、2017年に学校法人大原学園が事業を譲り受けし、正式に専修学校化、原校名となった。 かつては大阪にも系列校の大阪アニメーター学院があったが2016年3月をもって閉校した。2010年で創立28年目を迎え多くの声優、漫画家、アニメーター、イラストレーターを輩出している。講師に野沢雅子をはじめとしたベテラン講師が多く在籍。在学中に様々な分野の講座が無料で受けられたり、 入学した学科以外にもう一つの学科を無料で受け止めことができる制度がある。在学中に声優、漫画、イラストなどの仕事をする生徒が多い。アニメーション関連以外の企業からの求人も多く、生徒は家庭用ゲーム機関連、映像関連、出版、デザイン、印刷、玩具メーカー関連企業などにも就職している。また、漫画、イラスト系の学科では、 漫画家、イラストレーターとして自立する人、人気漫画家のアシスタント、出版社編集部、印刷会社などに就職する人もいる。第一学科群修行年限2年、第二学科群修行年限1年、第三学科群、修行年限1年、第四学科群修行年限1年、夜間コース学院監修ので3本なども多数発売されている。ありがとうございます。